お、当たり。ああ、惜しいな、おい。あ、ちょっと合わせが遅いな。なあ、遅いよな、今のな。お、俺の方も当たりが出てるぞ。おー、釣れた釣れた。おっしゃー、釣れたよ。やったじゃん、ほら。おお、及川だ、及川だ、おめでとう。おお、まあまあのサイズだな。やったよ、ほらほら、もうよ、コニャゴラの人気者なあ。おっしゃ、釣れた。うらー、おっしゃー、釣れたよ。ほらほら、及川だ。やりました。おー、釣れた釣れた、やりました。おー、おめでとうございます。おー、追い川だ、追い川だ、ほら釣れたよ。おー、みんな釣れてるよ、ほら。おー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 、お前よ、ほらほらほら。おー、釣れました釣れました、こっちも。おー、追い川だ、追い川、まあまあの方ですね。おめでとうございます。やったね。はい、それで今日はこのようにまあまあのサイズの及川を一匹だけ持ち帰りました。これはね、まあしょうがね、塩焼きにして食うことにしましょう。それでね、もう及川の塩焼きの作り方なんていうのは散々やってるからね、ここではね、あえて紹介はしません。まあ鱗を取って、腹綿取って、きれいに洗って、塩を振って焼きゃいいだけだからね。はい、できました。ほら見てくれよ、このチープさ加減はどうだ。なんかね、焦げて尻尾もなくなっちゃったしね、本当にチープだよ。でもよ、これが剣探隊だよな。こにゃごら、それでは早速食ってみましょう。それにしてもな、年の初めからこのチープさ加減はちょっとしびれちゃうね。まあね、ここ行ってみますか。じゃあね、ここ行きます。うん、それでもね、及川の塩焼きはうまいよ。それではね、さらにここの部分を行きますか。ほら、これな。じゃあ皮ごと行きます。うん、実においしい。じゃあまあ、今年初のおいちいを言ったとこでな、お酒といきますか。お酒とくればもちろん日本酒でしょって感じで、ほら今日はこれ体感。体感っていうのはでもね、これね、この酒の名前じゃなくて酒造会社の名前みたいですよ。この酒の名前っていうのはね、ここに書いてある、ほらローマ字で貝の地酒。貝の地酒っていうのがこの酒の名前みたいですよ。これはね、ちょっと前に KKK さんからいただいたものです。それでは、いただきます。どれ？この体感酒造っていうのはね、これは山梨県南アルプス市にある造り酒屋なんだね。年の初めからこのようにチープな料理で一杯やってんだけど、これが剣探隊なんだよね。剣探隊はまた今年もチープでもってさ、適当に行きますから、皆さんよろしくお願いしますよ。